ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。NHK のことですね。まあ、単に NHK が悪いって言ってても何が悪いかわからないよと、まあ、いうことで、少し前から NHK の問題点を一つずつ取り上げております。これは NHK を批判するというかですね、我々人間というのは批判能力ありますからね、批判は楽なんですけど、私は期待してるのは本当に NHK が事実をちゃんと伝えるってことですね。それ事実というのは非常に難しいっていうふうな反論がもちろんあります。社会にはいろいろな考えがありますし、事実はものすごい雨の粒ほどありますからね。その中でどれにスポットライトを当てて何を放送したら国民が正しい情報を得られるかというのは非常に難しい問題なので、それはおいおいやっていくとしてですね、最初は NHK の受信料が正しいのかと、そこのところにやましいとこないのかという問題を取り上げました。これはテレビというものが非常に不思議なもんで、普通の例えば電気洗濯機なり自動車というものを売るときにはですね、10万台売るときには10万台作って売るし、30万台作るときは30万台作って売ると。これは当たり前ですよね。だからまあ10万台のときよりか30万台のときの方が生産量が増えるから、若干値段は下がるけれども、だけど基本的には電気会社なり自動車会社っていうのはそれだけ苦労するわけですね。ところが NHK のような放送っていうのは全然違ってて、放送設備を作ってですね、全国にその電波を送りますとね、その受信者がどんなに増えても受信者は自分でテレビを買うんですよNHK がテレビを配るなら、例えば10万人が視聴してる時と30万人が視聴してる時とは、それはね、自分が受信機を30万人に配るならそれは苦労がありますね。だけどそうじゃなくて、受信する方が買うっていう、そういうのは不思議な商売なんですね。これを悪用したんじゃないかっていうことをまず第一に質問してるんですね。これはまあ NHK からちゃんとした回答を欲しいんですよ。一応外見的に私が調べましたらね、10万人が30万人になった時に放送設備は変わってないで、収入だけ3倍になっちゃったと。だからこれ困っちゃったから、NHK の人の賃金を上げるということと、あと、まあ別にその時に約束したことじゃない放送をしたりですね、まあそういうふうにしたと。BS を始めるとか海外放送を始めるとかしてですね、海外放送っていうのはもちろん必要ですけども、やっぱり使用料を払ってる人の了解が必要ですよね。まあそれは国会で言ってますって言うんだけど、これダメですね。一応こういうことやりますけどどうですかとかアンケートぐらいやんないとね、やっぱりそれはダメですね。金を払う人ですから。国会の議員なんていうのは金払ってるわけじゃなくて金もらってる方ですからね。まあ2番目は、節約しろ節約しろ、エネルギー節約しろって言ってるけど、本当にそう言ってる本人の NHK は節約してるの？これ逆じゃないの？っていうことをちょっとデータを示しました。今日3番目はこれ非常に難しい問題なので、2回にわたるかもしれないんですけども、石油ショックとなりましたね。あれはまあ NHK の報道がものすごく影響したんですよ。まあ、みんな朝ですね、NHK のニュースを見たら毎日のようにですね、まあ1年間だか半年だか知らないけど、長い間やってましたよ。石油ショックがどうのこうなんて、ビニ入り、サイニ入りね。ところが、それで僕も騙されて、私の人生ってそれで狂っちゃったんですけど、石油関係の方に行こうとしてたら、石油がなくなるっていうから、じゃあもう原子力だっつって原子力を始めたら、実は石油がなくなるっていうのはトリックだったんですね。石油資本っていうのがあの当時ありましてね、セブンシスターズとか言ったんですけども、アメリカの、あの頃エクソンつったかな、スタンダードオイルとかモービルオイルとかですね、イギリスのブリティッシュペトロリアムとかそういうとこいっぱいありまして、そういうところが、まあ、アラブの国が少しうるさくなってきたってこともあるんですが、自分たちの石油の儲けを増やすために、1バレルだと樽なんですけどね。1バレル、まあ、だいたい2ドルだったんですね。それがまあ適正価格だったんですけども、それを20ドルに上げると、10倍にするということで、1960年ぐらいから国際的な活動をしますね。今で言えばディープステートとかね、闇の国際石油資本とかいうような形なんですが。それが、まあ、お金をあっちこっち配ってですね、紐付きの研究をしたわけですよ。で、それで、まあ、1968年に、まあ、国連総長が演説しましたかね。で、国連的にも問題が起きり、アメリカの研究機関なんかもいっぱい研究し、それに石油会社の研究員の研究のレポートも含めて、どん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 1970年ぐらいから出し出したわけですね。で、1972年に、まあ、メディアの放送によって、日本では NHK の放送によって、
もう石油があと30年でなくなる。30年でなくなるってやりましたからね。これはもう大変で、まあ主婦はすぐとにかく何が毎日困るかって言ったら、トイレットペーパーが困りますから。トイレットペーパーを買い漁るっていうのは社会的事件になったわけですね。それで、まあ哲学的なことを考える人もいてですね、樽を知るとか、それから地下に眠ってる石油は有限だから使っていけばなくなるとか、まあそういう哲学的な解釈も、主に文化系の方々から行われた。ところが誰一人として、1960年からの国際資本の動きとか、実際にどのくらい地球の中に石油があるのか、というようなことをまともに計算してた人もいるんですけど、NHK が報道しませんからね、埋もれてしまったんですよ。そしてまあ、それから30年って言ったら2000年ですけど、2000年全然なくなる気配ないし、今でも十分に使ってますね。まあ、シェールオイルが見つかったからって、その当時からもう見つかっておりますから、それも嘘なんですね。まあ、簡単に言えば僕が35歳から38歳ぐらいの時にはですね、まあ、資源とかエネルギーの専門家に私もなりましてね、NHK の放送なんかには騙されないようになりました。自分で調べてみたら、当然 NHK もわかるような石油資本の金の出し方、国連における活動、ロビー活動、あらゆるものがわかりましてね、そうかと。これは石油がなくなるんじゃなくて、石油の値段を10倍にするための作戦だったんだな、ということがですね、まあ、残念ながらわかるっていうかわかったんですね。まあ僕は本当にがっかりしました。騙されたっていう感じがその時しましたね。やっぱり研究っていうのは、まあ25歳ぐらいから45歳ぐらいが一番こう力が出るんですが、その期間をほとんど全部失っちゃったんですよ。NHK がなぜ分かってたのに国民にそういうことを言ったのかってことなんですね。で、今日 NHK の方にちょっと答えていただきたい。私はこれはとても自分の人生に関係があるんで、どうしても答えていただきたいんですが、私以外にも被害を受けた人は山ほどいますよね。それは間違った情報は人を不幸にしますか。二つポイントがあるんですね。一つは1973年の10月に NHK の総合テレビを中心として、まあ、石油はあと30年でなくなるという報道したときに、本当に NHK はそう思ってたのか。僕はそんなことないと思います。っていうのはですね、私が調べた結果によると、NHK は国連なんかにも記者がいますし、いろんなところに記者がいるわけですから、その石油の値段を上げようとした国際的な動きが非常に広がってるってことは分かってるはずなんですよ。なんでそれを放送してくれなかったんですかね。だからもう一つは、まあだいぶ経って、もう石油がなくならないって分かって、2017年の7月に、NHK の BS プレミアムで石油はなくならないって放送が行われるんですよ。これはどういう意図だったのか。なぜ総合テレビでやらないで、訂正しないで、つまりもし間違った報道したり、それからその時に間違ったんじゃなくて国民を騙したりしたとしますね、1973年。したら NHK は国民からお金もらってやってるんですから、我々は騙したというかですね。それとも、まあ、実は取材が不十分で間違っちゃったんだと、いうかしなきゃいけません。しかしどうもね、この BS のね、放送を見てみますとね、どうも総合テレビでやっちゃったから、これをちょっと訂正するわけいかないから、BS ぐらいで放送しておいて、これは訂正って全く言いませんでしたよ、番組の中ではね。訂正しておいて、そしてなんか追及されたら、いや、BS でちゃんとやってますと、NHK でちゃんとやってますと、いうふうに言うための、そういう悪知恵ですね。これはもう本当に誠意のない人たちのやる悪知恵なんですか。そういうことだったのかっていう感じがしますね。まあこれは詐欺なのか、善良のアホなのか、どっちかなんですね。もちろん詐欺とも言えますよ。それはどうしてかっていうと、こういうことを放送することによって視聴料を取ってたわけですから、まあ、詐欺っていうのはなんか虚偽を構えて人から金品を取り上げることですから、まさにその通りですね。ちょっと言葉悪いんですけど。ですから、NHK は、どうしても私はね、それからもう52年も経ってます。50年経ってますからね。ですから NHK はやはりね、立て直すためには、NHK が国民の信頼がないっていうことはもうそれは分かってますよね。しかし、僕は NHK にもし勤めてたらね、やっぱり正直にやって信頼を回復したいと思いますよ。それから具体的にはね、何をどう報道するかっていうのは難しいという話が出てきます。もちろん。その苦労が分かんないのか、武田が分かんないのかって言われそうですね。だけども、これがもしですよ。だからこれはね、一回弁明する必要ありますね。1973年の時点で NHK は取材が不足してたのか、世界中のそういう動きが分かってなかったのか、結果的には2ドルが24ドルになりましたから、国際石油資本の思惑通りになったんですけども、
その片棒を担ぐつもりがあったのかなかったのか。国民はものすごくこれ怖かったんですからね。研究もものすごく大きく変わりました。それからこれが元になって、節約という運動も始まりましたね。いや、国民に節約させるんだからいいじゃないかっつったって、NHK は国民の指導者じゃありません。情報を提供するだけですからね。ですから情報の提供が間違って国民が変な方向に行ったとか、いい方向でも悪い方向でもですよ。間違った情報で行ったんなら、それは報道機関としては極めて恥ずべきであります。そこで NHK の方に、申し上げますが、私は NHK に呼ばれたらいつでも行けますからね。本当はみんなが見てる前で、ちゃんと公平に冷静に、日本のために、日本の子孫のために、日本の繁栄のために、NHK の皆さんの協力を期待いたします。